一番多いのは言葉にならない、だから会って話がしたいっていうような連絡が来たりとか、5回目見たっていう感想があったり、僕自身も言葉にできない気持ちではいますけど、はい、安藤さくらです。聞いてるラジオ、聞いてるラジオ、もう次々怪物の話を皆さんされるので、自分より皆さんが詳しい気がして、今日ちょっと喋るの怖い気持ちにもなってます。最も印象深かったシーンについてぜひ教えていただきたいんですが、冒頭のさくらがのクリーニング店で働いてる時に、エレベーターみたいな、あそこに機械を押して、なんかこう機械が動いてった後に、動いてのろか屋さんに気づいた時の動き、あれはあんな人間見たことないっていう役者さんの中であの動きをした人見たことがないすごいものを見たってこれ思いましたね。まだあのご覧になってない方が近くにいらっしゃったら、ぜひあの進めて、みんなでなんか怪物について考えたら、すごいなんか、ね、面白そうだなって最近すごくよく思います。